こんにちは、いこさん。今回はですね、私の不思議体験をちょっとお話ししようかと思います。私の不思議体験はかなりあるんですけども、その中でね、一番最初と言ってもいいぐらいの不思議体験ですね。私はですね、一番最初に、宇宙人とか UFO 好きな方いらっしゃると思いますんで、その話しますけども、私が一番最初に UFO を見たのって、小学校5年生の時に、野球の練習の帰りに、夜8時ぐらいに、空にね、暗がりの空の中に見たわけなんですよ。それも夏休みに入った頃でした。野球の練習から帰ってきて、自転車でね帰る時に、山のちょうどてっぺんぐらいに来た時に、ちょうど街を見下ろすような風景のところに、空にオレンジ色のね、今オレンジシンバルっていう宇宙船みたいなんですけども、オレンジシンバルっていうオレンジ色に光る UFO がねじーっと滞空していて、しばらく見ていると10秒ぐらいして点滅したと思ったら、大きな速度でね、大きな光を描いてすごい速度で消えていったってことがあります。でそれすごく興奮してね、そのままバーッと帰ってですね、うちの人に、お母さんとかに話したんですけども、その時はね、わーすごいねって言ってくれたんですけども、数日後UFO 見たんだよって言ったら、そんな話したっけみたいな感じでね、覚えてくれてなかったということがあります。それからですね、 UFO をねたびたび見るようになったんですけども、私が一番最初にいわゆるね、このテレパシーっていうのはね、私が勝手に感じたんですけども、50489っていうナンバーいただいたんですよ。50489っていうナンバーは何かっていうと、いろいろ調べていくと、そのナンバーっていうのは宇宙人となんか地球人のね、このコンタクトマンっていうのがいるらしいですよ。宇宙から地球へね、地球人に対して脳に直接メッセージを埋め込んで、お前はこういう風にしろみたいなメッセージ、その指令が来るらしいんですけども、その人数をナンバリングしてるらしいんですよ。で私が50489っていうことは50489ですから、5489番目にコンタクトマンに選んだんだよっていうナンバーらしいんですよね。で今でも覚えてるんですけどね、50489っていうふうに、今頃はね何十万人かになってるのかもしれませんけどね、そういったことでやっぱ宇宙人ってなんか地球人に関わってるんじゃないかなと思いながら生きてると楽しんで、そういうふうに考えることにしております。でもね、あれ以来別にね、私に何かしろと指示はないんですよ。それとも宇宙人に操られて今の私ができてるのかなとか思いますけどね。さあそれは分かりませんけどもね、信じるか信じないかあなた次第でございます。そしてですね、 YouTube のコメント欄とか、私は Facebook やってるんですけど、 Facebook のコメント欄に批判的であったり否定的なコメントを書く人っているんですよね。で私が考えてるのは、そういうのも一意見なんですよ。たくさんの意見のある中で、私の意見はその無数の意見の中の一つ。そしてアンチコメント書いてるのも無数な意見の中の一つ。で、自分はどっちを見て、どっちを自分の意識に留めておくのかってことを選ぶことができるんですよね。ですんで、ネガティブなコメントにものすごくへこんじゃうってことは、そのコメントを受け入れちゃったってことなんですよ。そのコメントをね、受け取らないっていう選択もあります。そしてですね、私が思うんですけども、なんかね、批判的なコメントを書かれたら、それをネタにして YouTube 作ったらどうかなと思うんですよ。そうするとですね、多分今回、いくこさんなんか書かれてへこんじゃったみたいなことがあると思いますけども、でもそれをネタにして喋ると、仲間がね、すごく盛り上げてくれたりとか、仲間が守ってくれるっていうことで、すごくね、多くの人の愛情の方が攻撃のエネルギーよりも大きいんだなって感じることができると思うんですよ。これ、新たな感動じゃないですか。これが一つですね。もう一つね、アンチコメントを書く人って、自分の話を聞いてもらえる人がいないんですよ。聞いてもらえる人がいないんで、だから人のところに来てですね、もっともらしいことを書くんですよね。そうすると、その人のね、感情を動かすことができるということになるんですよ。だからね、ものすごくね、寂しい方っていう言い方をよくしますけど、本当その通りなんですよ。アンチコメントを書く人って、自分の話が誰にも聞いてもらえないから、発信者のコメントにペタッと貼り付いてですね、そこに乗っかろうとしてるんですよね。だからちょっとね、気の毒な方ではあるんですよ。そういうふうに捉えていくと、あ、この人も気の毒なんだな、かわいそうだなっていうね、愛情を送ってあげてもいいんじゃないかなと思います。少なくともね、いくこさん自身がへこむことは全然ないですからね。いくこさんには味方の方がぶわっと多いですから、で宇宙全体が味方ですからね。以上のような形でございます。それではいくこさんの動画、この動画説明欄から読んでください。